笠原ひろき VS 内藤大輝。去年11月、那須川天心に1ラウンドノックアウト負け。あれからジムを移籍して、そして階級も上げました。今夜再戦を迎える内藤大輝、先にリングイン。今日は青コーナーです。20戦17勝6 KO シーザージム所属、シュートボクシング日本フェザー級王者、日本フェザー級チャンピオン笠原ひろき。今日は王者としての進化が問われる一戦です。先ほどは弟が TKO 勝利。さあ、その後を受けて兄はどんな試合をするのか。この第9試合、青コーナーの内藤選手には株式会社堀組堀勝成様、59キログラム契約、3分3ラウンド、セミファイナルを迎えました。こちら再戦を迎える内藤大輝、青コーナー、この表情です。対するは日本フェザー級チャンピオン笠原ひろき。さあ、放送席の玲奈さん、はい、この試合も楽しみにされてたそうですね。そうですね、この試合本当に楽しみで、いやでもちょっとね、那須川天心に負けてからちょっとリングから遠ざかってた内藤が、はい、やっとシュートボクシングに戻ってきてくれたっていう感じなので、ただ試合感としてはやっぱりこんなに空いてしまったということはちょっと試合に影響してくるのかなっていう少し心配はありますけど、まあ、その間やっぱり笠原ひろきはずっと試合に出てきて、まあ、この間も小笠原選手の兄貴、お兄ちゃんの方ですねにも勝ってっていう実力もつけてきてるので、その辺お互いの時間、過ごしてきた時間がどうなっているのか楽しみですね。そうですね、内藤のセコンドには鈴木弘明の姿があります。環境を変えました。ジムを移籍して階級も上げてきた内藤。そしてこちら笠原、試合が始まりました。いやー、宍戸さん、はい、本当に昨年の11月、那須川天心に敗れた内藤、見ていていろいろ感じる部分はあったんじゃないですか。そうですね、本当追い続けた相手に2回も負けてしまうというのは、やはり格闘家にとってはすごくダメージ大きいんで、その後心配だったんですけど、こうやってまた復活してくれて、同輩としては嬉しいですね。そうですよね、はい、さあ、あの負けからどう変わってきたか、レイナさんも、まあ同じ、ね、経験されていると思いますが、はい、この同じ相手に負けるというのはどんなお気持ちなんでしょうか。そうですね、まあ、悔しいのは悔しいですけど難しいですね。あ、すいません、聞きにくいことを聞いてしまいました。答えにくいことを聞いてしまいました。さあ、ただ大江さん、ここで内藤がどう変わったかというのは本当に楽しみですよね。そうですね、ただそのどう変わったかというのはね、やっぱり笠原にも言えることで、やっぱりベルトを持ちましたからね、はい、でまたどう変わったかの究極なところで言うと、弟がああいう試合をやって大金星取りましたからね。そうですね、そういう勢いを持ってリーグに上がってきてますから、はい、それはすごくプラスアルファになると思うんですよね。ははまあ、それからチャンピオンです。チャンピオンとしての立場があります。ただ大江さん、去年の11月、はい、笠原はですね、桃太郎に判定負けをしている。そうですね、ああいう取りこぼしというのがやっぱりあってはいけませんよね。まあ、そうですね、だから今一概には言えませんけど、笠原の今このひろきの噛み合わないというか、すかされるというかね、この今日 の桃太郎の時もそうだったんですけど、真っ向勝負をしない選手に対してちょっと苦しい試合だったんですよね、はい、だから今日もこの内藤はすかすの得意ですから、こういうところですよね、打ち合ってくれないですよね、はい、打ち合ってくれない、間合いを外す、自分の距離にならないというところで、経験値の中でこの彼がどういうところで内藤を超えていくかというところですね。なるほど、まあ、シードさん、その辺はこう相性というのが戦いの中であるわけですよね、はい、そうですね、やはり、技巧派の内藤と、まあ、もちろんテクニックもあるんですが、どちらかといえば気迫で相手を飲み込むタイプの、笠原と、高大将の2人ですので、はい、
お互い自分のスタイルをどうやって貫くかということをそこが勝負になると思います。まあ、やっぱりレイナさんタイプが違う相手というのはどうですか、やりにくいもんなんですかね。いろんなタイプがいるので自分と同じタイプとやりづらいというのもありますし、なんかいろんなタイプがいるから、はい、やりやすいタイプもいればやりにくいタイプもいるので、ちょっとそれは一丸とは言えないですけど。そうですか、なかなか答えにくいことばっか聞いてすいません本当に、残りが10秒切っています。第1ラウンド、おっとここでゴムです。第1ラウンドが終了です。1ラウンド終了しました。宍戸さん、まず1ラウンド終わっての印象をお願いします。まあ、お互い様子見ですよね。あまりこう危険な距離には踏み込まずに遠くからお互いに牽制をしながら様子を見せたという状態だと思います。はい、大江さんいかがですか。そうですね、なんでそういうところでもうヒロキが、その内藤の距離感じらじれて前に出ていった時 の, その内藤の逆の反応ですよね、はい、それとそれに対してヒロキがもう一歩すかされた時にもう一歩追えるかというところだから、桃太郎に負けた時はそのすかされてもう一個追えなかったんですよね、はい、もう一個追えなくて結局じゃあ判定相対的に3ラウンド見た時に、桃太郎の方が勝っていたというね。だからちょっとその内藤とこの弘樹の対戦はちょっと似てるんですよね、あのスタイル的にね、はい、だからそこを超えてもう一個追っかけることができればいいんじゃないですか。2ラウンドです。1ラウンドはある程度様子を見たところもあったと思いますが、2ラウンドさあお互い勝負です。前蹴りを出しました内藤です。パンチからキックとコンビネーション、距離を測ります。蹴りが出ています内藤。宍戸さん、はい、この内藤の蹴りどうですか、ご覧になって。そうですね、パワーで比べるとどうしてもやはりあの笠原の方が 上ですので、はい、あの内藤の蹴りは軽く見えてしまうんですが、逆にですね、笠原は相打ちになったとしても倒される心配はないですから、相打ち覚悟でどんどん前に行って相手の距離を潰していかないと、はい、このマスカされる可能性もありますね、どん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 この距離を潰すように前に出た方がいいんですね。はい、それこそ相打ち覚悟です。さあどうでしょうか、踏み込んでいけるか。あーローキック連打です。大江さん、はい、ちょっとローキックもらってますね。まあそうですよね、だからそのところへ来て前へ出ようとするところでこの前蹴りが小さくお腹にあったりだとか、はい、太ももに持ってきたりとか、ああいう細かいことがすごくリズムを狂わすんですよね、ヒロキのね、なので、そこですよね、さっきも言ったようにそこからもう一丁前に出れるかというね。いやでもレイナさん、はい、ここまでまだ笠原、いつもの笠原らしさが出てないですよね。そうですね、ちょっと内藤選手の前蹴り、これですね、この前蹴りですね、はい、がちょいちょい入ってくるのですごくやりづらいですね。そんな印象を受けますよね、やりづらそうな印象があります笠原です。黒いロングスパッツ、さあ前蹴りがどんどん飛んできます。このローキックも太ももではなくてふくらはぎを狙ってコツコツ相手を痛めつけてますね、はい、こういう蹴りはだんだん後から効いてきますんで。あ、そうですか、笠原にとっては嫌な攻撃だと思います。いっぱいもらうと危険ですね、はい、軸足も蹴ってきます。蹴り足を掴んでいる内藤と崩していきました。上手だね今みたいの、なかなか懐に入れさせません。前蹴りが飛んできます。ただまあね、あの内藤も伊達にやっぱり敗れはしてますけど、夏川天心という怪物と2回戦っている経験はでかいですよ、はい、だからそういうところがね、あのこういうどっしり構えの中での間合いの維持と、うん、その自分の技への確信につながっているんだと思うんですよね、はい、なかなか攻められないか笠原。そうですね、ああいう細かいところもうまいですね、で少し笠原がローキック嫌がって、あーリボディレイナさん今のどうですか。いやいいですね、はい、やっぱり内藤選手顔動かすのはすごい、顔で避けるのすごい上手いので、その点お腹は全然動かないんで、そっちにシフトした方がいいかもしれない。ここでゴング、第2ラウンドが終了です。第2ラウンドが終了しました。宍戸さん、はい、この時間帯はいかがですか。最後のボディはすごく優勢を印象付けたんですけど、実際にコツコツを当てられているのは笠原の方ですね。ですからこれが2ラウンドのダメージが3ラウンドどう影響するかだと思います。
やっぱりローキックと前蹴りですか。はい、ローキックもふくらはぎを狙ってくる蹴りが多かったんで、ちょっとあれを、ガードしてるつもりでも実際は当たってますから、はい、影響してくると思います。なるほど、大江さんいかがでしょう。このね、今最後のボディなんかも印象いいと思うんですけども、笠原いつもの、まあ、いつものというか、彼のスタイルだったら、あのボディの跡があっても良かったんですよね。まあ跡がいいというか、そのボディの跡があれば、要するにもう一本追いがあれば、そこで優勢になる印象があるわけですよね、はい、でもあのやっぱり単発で止まるんですよね。それはやっぱりこの1年の序盤の内藤のこの相手を外すというね、中に入れない意識というのが濃く印象に出てるんでしょうね、はい、ヒロキの中でね、さあ第3ラウンドが始まっています。これが最後のラウンドです。蹴りを頻繁に出してくる内藤、内藤のキック、これはコツコツと当たっています。笠原にとっては嫌でしょう。ふくらはぎを狙ってくるローキックもあります。右のフックは空振り、うん、前蹴り、いやー、宍戸さん、はい、反対に返しました。やりを開けました。なかなかこの内藤の前蹴りというのが止まりませんね。そうですね、もうこれかいくぐって前に出ていかないと弘樹の勝機は薄いですね、はい、うん、そしてローキックです。インローを開けます。左のボディ、そうです、ああいうふうに泥臭くてもいいですから、打ち合いを巻き込むようにしていきたいですね、はい、これレイナさん、残りの時間考えると早く自分のこうペースに持っていきたいですよね、カザラは。そうですね、やっぱり距離感保たれると内藤選手なので、私だったらコーナー詰めて、はい、この後にもう一個ですね、まずコーナーに詰めたいわけですね。そうですね、私ならコーナーに詰めてまとめたりしますけど、ね、はい、まあ、でも大江さん、はい、このコーナーに詰めてまとめるというのはなかなか簡単にできないわけですよね。まあ、もちろんもちろん、いや、それができたらね、もうそれはもうワンサイドなんですけども、うん、いや、そういうことをさせない戦いを内藤はしてるわけですよ。だからそういうふうに来る弘樹の動きを読んでるわけですよね、まあ、スタイルですよね、はい、だからもう出ようとしたところに全部止めてるわけですよ。そうなんですよね、前蹴り、ローキック、そしてジャブ、だからこれに対してもうちょっと強引に、はい、強引に出てきたところに内藤が合わせて倒すのか、それともそれをその強引さをもう一歩続けることで弘樹が当てることができるのかですね、はい、だからラスト1分ですよ。そうですね、あ、右空振り、そして投げはどうだ、うん、シュートポイントにはなりません。宍戸さん、先ほどから右のボディを当てている笠原ですけども、はい、その後が欲しいところですか。そうなんですよ、単発で終わってしまっているのは、はい、やはりスタミナも影響していると思います、あーっと、顎が上がった、笠原の顎が上がりました、はい、崩します。残りがもうすぐ30秒を切る。レイナさん、いよいよ勝負ですよね、30秒切ります。そうですね、弘樹としては打ち合いたいところでしょうね、はい、しかし打ち合わせてもらえません、時間がありません。さあパンチの空振り、そして投げを狙う内藤、あの敗戦から半年以上が経ちました内藤大輝、今回は環境を変えた、そして階級も変えました、新しい自分を作るための再起戦、ここでゴング、試合終了、勝負は判定決着です。内藤の上手が際立ちましたね。あ、そうですか、ゴングが鳴った瞬間、宍戸さんはその内藤のうまさを称えました。まあ、レイナさん、あの試合感というところ少し気にされているところがありましたが、内藤、久々の試合ご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱり鈍ってるところは多少あるなとはやっぱ思ったんですけれども、全然やっぱ目がいいのですごいパンチも避けてましたね、はい、うまいですね。さあ、それでも判定発表となります。30対30、ドロー、ジャッジ茂木30対30、ドロー、差がつきません。ジャッジ若林30対30、ドロー、延長戦に突入です。1分間のインターバルのうち延長戦を行います。宍戸さん、はい、ポイントでは差がつきませんでしたね。そうですね、もうこの延長ラウンドって
最初の1分1回いかないかで、ね、はい、ほぼ決まると思ってますんで、僕らも選手としてやってる以上、ですから笠原がですね、この1ラウンド、様子を見たりとかしないで、もうどんどん打ち合いに巻き込んでいかないと、明確な差はつかないと思います。宍戸さんもね、経験ありますけども、この延長戦っていうのはとにかく頭1分、いや、とにかくもう前に前に相手を下がらせないと、もう勝てないです。大江さん、はい、これまでの、まあ、ポイント、それから、まあ、一切もうなくなって、ここから1からのスタートですよね。まあ、ただ、まあね、今この3ラウンド通して言えるのはもちろんその上手さという内藤を光ってますけれども、がむしゃらのヒロキに対して、だけど内藤もじゃあポイントを取れてるかといったら取れてないですよね、はい、だから内藤もそのすかしに対して自分の攻撃を混ぜていかないとこのラウンドも取れないですよね。なるほど。さあ、延長ラウンドが始まっています。マイゲルよ、速攻ですね。さあ、左出しました笠原です。内藤プレッシャーをかける。まあ、ただヒロキはここね、うん、入っていかなきゃダメですよ、はい、この延長に関してはちょっとアグレッシブさをね、取る兆候ありますから、いや、何よりもちょっとがむしゃらに前に出てくるのが必要ですよね、はい、これはまず内藤のこの冷静さを取らなきゃいけないですよね、うん、近い距離からパンチ、内藤投げを一本強いに狙いました。すっぽ抜けてしまいましたが、内藤もいろんなことを仕掛けてきます。前蹴りです。ボディ、レイナさん、延長ラウンドここまでご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱちょっと手数、まあ、何かしらのアクションを出さないと勝てないと、やっぱ内藤も悟ったんでしょう。左フック、はい、内藤の左フック、クリーンヒットだ、アッパー。宍戸さん、今いいんじゃないですか、右ストレート、はい、左のボディが当たったように見えたんですが、実際は内藤の方が早かったです。そうですね、当てたのは内藤でした、はい、左返しました、笠原。タイミングがもう読まれてますね、左くん、はい、内藤も笠原も蹴りに行った方がいいです、はい、ここに来て左フックを当ててきました、内藤です。膝を使いました、プレッシャーをかける。いや、レイナさん、はい、内藤が当ててきましたね。そうですね、蹴りを捕まえます、左、この左です。左で返しました、笠原。ブロックはしてますね、はい、ガードしています。もうすぐ残り1分を切ります。左からアッパー、ちょっとここ返したいですね、同じ手数、それ以上、あー、ボディ、左で返した、笠原。ここで詰めたい、詰めたいです、はい、これは大振りしないで小さくいきたいところです。ロープが詰めます、空振り。さあ、1分を切りました、左続かないですね、笠原が、左引く。宍戸さん、もう少し笠原連打が欲しいですか、はい、右。そうなんですよ、どうしても一発中止になってしまって、うん、その間に内藤はもう2位3と当ててますんで、はい、ポイントの数で言うと厳しいかなと。そうですね、いや、大江さん、当たってきましたね、内藤のパンチが。いや、今だから内藤の透かしもなくなってお互い真っ向勝負になってますから、はい、これ弘樹はチャンスなんですよ、ここは。ああ、左、レイナさん、また内藤のパンチですよ。投げはすっぽ抜けました。時間がありません、もう10秒切ります。延長ラウンドで内藤のパンチは出ている。さあ、出てくる内藤、左、内藤勝負をかける、コーナーに詰める、出てきた内藤大輝。試合終了、判定決着。レイナさん、打ち合いの展開になりましたね、延長戦は。そうですね、やっぱり内藤選手もやっぱ勝ちに来てますね。いやー、でも面白いから、もう1ラウンド見たい。あ左を開けたシーンご覧いただきました。この左フック、さあ、判定が発表となります。判定の結果をお知らせいたします。頭の中には延長戦も再延長戦もあるでしょうか。ジャッジ若林10対9、赤笠原。笠原がまず1本です。ジャッジ津山10対9、青内藤。今度は内藤です、割れました。
ジャッジ茂木10対10ドロー。なんと再延長です。レイナさん、エクストラウンド2を行います。言った通りになりましたね。うらやまい。いや嬉しいですね。ちょっと楽しみですね。ジャッジは三者三様となりました。笠原が1人、そして内藤が1人、そしてもう1人は差をつけませんでした。ちょっと笠原的にはラッキーでしたね。ああそうですか、レイナさんにはそう見えたということです。宍戸さんいかがですか。やっぱりもう一度やるだろうなとは思いましたけど、はい、いや次こそですね、笠原の方は、手数だけでも圧倒しないと、おそらく大江さん、はい、次のラウンドも笠原、失礼、内藤はこれ打ち合ってくると見てよろしいですか。まあね、今の1回目の延長でドローついちゃいましたから、まあ、もうちょっと圧力強めますよね、はい、ただまあそういう圧力を強めればお互いやっぱり五分五分、打ち合いの五分五分になりますからね。だからチャンスも半分ですよこれ、はい、さあ始まりました5ラウンド目です。左フックを出します笠原、緑に返して右アッパー、左フック、もう本戦までの距離感と全然違いますからね。そうですね、ボディ出した、左ボディ、ボディ当たり始めましたね、これは笠原の距離になってきてるっていうことですね、もう今ボクシングですよね、これね、はい、近い距離です。あ、笠原もパンチが当たるようになりました。左空振り、プレッシャーをかける内藤、内藤近い距離です。ただまあ内藤のパンチも硬いですよね。内藤もボディ出します。内藤は蹴りを出さなくなりました。もう近い距離でパンチで勝負です。打ち合ってきます。あーボディー、レイナさん、この笠原はボディがいいですね、はい、そうですね、ちょっと内藤選手の顔を当てるの難しいんで、お腹顔ぐらいでいった方が当たりやすくなると思います。はい、そして組相撲から膝を使います。レフェリーがブレイクを命じました。内藤アッパーからハイキックはガードした。そして前蹴り、また蹴りを使ってくる。近い距離、空振り、お互いに空振りです。またボディ連発できました。そして内藤が息上がってきましたね、はい、これやっぱり宍戸さん、ボディが効いてるんですか、はい、ボディもそうですし、さすがに、ご覧の入ってその力が見えてきました。うん、左笠原のパンチ、そしてハイキック、少し大江さん効いてますよ、内藤効いてますよ、手数に差が出てきましたか。そうですね、さあ組んできた内藤、内藤投げを狙う、投げを狙う、どうだ、まあ、確かに大江さん、はい、シュートボクシングということを考えるとこれはもう投げを使って勝負した方がいいですよね。もちろんそうですよ。残りが1本切ってる、アッパー1本切っています。笠原が投げを狙うか、あ少し消耗が見えてきた内藤、内藤消耗が見えてきた、今チャンピオンは笠原だ。左当てた内藤、ミドルキック、今度は笠原出てきます。左のミドル、いや広木このラウンド印象いいんじゃないですか、右フック当てた内藤。あーでもレイナさん、攻撃は笠原で終わってますかね。そうですね、はい、今最後の最後は広木が攻撃して終わってるので、はい、印象的にはいいですね、残り10秒を切ります。あちょっと宍戸さん、かなり内藤疲れてますね、はい、まあここまで、テクニックでしのいでいたと思うんですが、はい、ここで最後は体力差が出ましたね。さあ勝負は判定決着です。これが5ラウンド目、まあルール上はこれは無制限で延長ラウンドが用意されています。いやでも改めて宍戸さん、はい、これ延長も決着がつくまで無制限でやるっていう過酷ですね、シュートボクシングね。そうですね、その最も過酷な時代を大江さんは生き抜いていらっしゃったの。10分5分だよ、もう。いやいや、ありえないです、ありえないです、本当に。10対10ドロー、もう一回ジャッジ瀬山
10対9、赤笠原。ジャッジ茂木。3本目です。10対9、赤笠原。笠原勝ちました。判定は2対0、チャンピオンの勝利。これがチャンピオンの意地です。内藤大輝は再起戦を飾ることができませんでした。いやー、宍戸さん、はい、勝負を分けたのはどの流れでしょうか。最後の最後で、元々の2人の体格差ですね、はい、筋量の差とかそういったものが、最後出ましたね。はい、大江さんはどこが勝負の分かれ目でした。やっぱりもう最後は若さ勝ちかな。どうでしょうかね。2人とも良かったと思いますけどね、はい、ヒロキは延長2回目の左ボディの印象と蹴りの印象も良かったですし、はい、そこで内藤が何らかの形でちょっとね手が減りましたよね。レイナさん、はい、内藤は再起戦飾れませんでしたね。そうですね、まあ、でも株式会社 SBGK グループインターナショナル様より、ポイントにはつながらなかったですけど、そしてソウル様よりも同じく勝利の賞が贈られます。5ラウンド目延長2の時にやっぱ試合してなかった、できなかったその期間っていうものは響いてきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。いくらどんだけ練習してたってやっぱ試合こんなに空いちゃうとやっぱスタミナもやっぱ試合感覚もやっぱちょっと狂ってくると思うので、はい、ちょっとまた全然もっともっと強くなって戻ってくると思うので期待して待ってたいと思うのと、やっぱひろきはしっかり取ったなっていうふうに思いますね。はい、関東に改めてやっぱり厳しいですね。厳しいですね。はい、勝ったのはチャンピオン笠原ひろき。再延長戦5ラウンドを終えて判定2対0でした。ただいまの試合もう一度最初から見たい場合は追っかけ再生機能をお試しください。放送中の番組詳細ページからご利用いただけます。これで今日は笠原兄弟が揃って勝利です。あ、弟と今並んで記念写真に収まります。思えばね、去年の両国、はい、2人揃って負けたでしょ、あれが何かやっぱり意味があったんですよね。今こうやって2人で笑って写真撮れるわけですから。そうですね、勇気は上山に、そして弘樹は桃太郎にそれぞれ敗れました。去年の11月、今日は2人揃って勝利の記念撮影でした。シーザー会長の言葉を交わします。ちょっと聞いてみましょう。分かった、頑張れよ。最高の会場の皆さんの新たな声援が、改めてレイナさん、石岡、そして笠原とこれからのシュートボクシングを担っていく若い選手が揃って勝負してですね。そうですね、いや、もっともっと強くなってほしいですね。